試験中の RL-10 デルタ4ロケットの2段目の RL10 バイトからに r l 1 0はアメリカ合衆国で初の液体水素燃料のエンジンであるサターガイ型ロケットの2段目である S4 に6機が使用された1または2機の RL-10 がアトラスやタイタンの上段の先頭に使用された RL-10 は1959年に最初の地上試験が行われ 1963年に初めて打ち上げられた。水力15000ポンド燃焼時間470秒。形式エキスパンダーサイクル非水力433秒。重量乾燥重量298ポンド全行68イン直径39インノズル膨張比、4 2 1推進剤ロックス &LH2 推進剤流量35ポンド s ッセ3メーカー、フラットホイット2採用例、サターンアイ第2弾から6機採用例、セントール1機内視は2機、RL-10 は改良が繰り返されてきた。現行機の一つである RL、RL-10B-2 は、デルタ3同様、デルタ4の2段目に使用されている。元の RL-10 よりも、大幅に性能が向上している。 拡張された機能として新点ノズルの採用が含まれ、軽量化と信頼性を高めるために、電気駆動式のジンバルが使用されている。現在、被水力は462秒まで高められている。使用、RL10 バイトから 2RL10 バイトから 2, から2燃焼室のロー付けの欠陥が、オリオンマイナス3通信衛星を運ぶ、デルタ3の打ち上げ失敗の原因として断定された。 RL10A-4 から2000トール 2A の RL10A-4 試験中の CC 出力を可変できるように改良された RL-10A-5 が DC-X ブルーオリジンニューシェパードにも搭載されるダイレクトバージョン3.0が RSI と RSV シリーズのコモンコアステージの感想として提案され RL-10 を提案された J-246 と J-247 ロケットの第2弾へ採用するように進められた。アレス・ブイ・アース・デパーチャーステージと同等の役割を提供するために提案されているジュピター上段ロケットに最大7機の RL10 エンジンは採用される予定である。2005年、NASA はオリオン宇宙船にアポロのような宇宙船の使用の提案を採用することを決めたと発表した。当時、NASA は 効果部分として新しい月面連絡モジュールに液体水素と液体酸素を動力として使用する予定だった。当初の計画では上商談には液化メタンと液体酸素の使用が求められたが、上商談には現在と同様の液体水素、液体酸素の使用に変更された。液化メタンの使用が検討された背景には将来の火星探査において、 火星の大気から製造したメタンを使用するための事前演習の意図があった。推進剤の選定の条件として、赤道軌道から月の極一に宇宙船を着陸する必要があり、NASA は RL10 を加工弾の主要な動力として使用することを決めた。現在の使用では4機の RL10 が加工弾への使用と1機の RL10 が上昇弾に使用することが求められる。現在、 デルタ3とデルタ4で使用される RL10 バイトから2エンジンは最大出力の20%まで出力を調整できる。月面からルソムが浮上、円滑に軟着陸するためには新しい RL10 は出力を10%まで調整できる必要がある。RL10 を使用することで NASA は既存の機器を使用することにより有人飛行のための性能向上の改良にも かかわらず、経費を低く抑えることを目論む。共通拡張可能型極低温エンジンコモン、エクステンセブルクライオエンジンは、RL10 エンジンの出力制御を向上させるために、開発された試験機である。NASA は、プラットホイットニーと CC 実証エンジンの開発に契約した。2007年、1、11まで出力を調整できる、操作性が実演された。2009年、NASA は、 この種のエンジンでは記録となる104%から8%までの調整に成功したと報告した。出力の変動は噴射器と推進剤の温度、流量、圧力の制御による推進剤供給システムの改良により解消された。詳細は RD-0146 を参照 RD-0146 はロシアとプラットホイットニーとの協力による低温液体燃料、 ロケットエンジンである RL-10 のロシア版である RD-0146 エンジンはロシアのボロネジのキマフトマティキ設計局がアメリカのプラントホイットニーロケットダインと協力してできた2009年にロシア連邦宇宙局は開発中の次世代の PPTS ユージング中線のーラス M ロケットの2段目にこのエンジンを採用した1997年 プロトンロケットを生産するクルニチェフ国家研究生産宇宙センターは水力 100kN で高高度で性能を発揮できるノズル進展式の新しい低温液体燃料ロケットエンジンの開発をフまふとま的に打診したロケットは更新されたプロトンロケットと次世代のアンガラロケットの上段として予定されていた1999年クルニチェフは キマフトマティキにプロトンとアンガラのエンジンとして RD-0146U の開発を注文した。開発は部分的にプラットホイットニーから資金を調達した。2000年4月7日にプラットホイットニーとキマフトマティキはプラットホイットニーが RD-0146 の国際的に排他的な販売権を取得することで合意した。r d 0 4 6は 特徴として、ロシア発のガス発生機を備えないエンジンであると、同時に比例客式新転式のズルを備えたエンジンでもある。複数回の着火と二軸の水力制御が可能である。開発者によると幸運なことに、ガス発生機を備えないことにより複数回の点火に高い信頼性を確保できるという、ありがとうございます。